動画をご覧の皆様こんにちは、競馬ブック、立東、販路調教担当の青木です。日曜のレースから、2頭推奨馬を挙げたいと思います。まずは福島競馬4レースなんですけれども、エアサラディンという馬ですね。ここまでね、非常にこうじっくり乗り込まれて好仕上がりですよね。今週の販路ではね、2波論1波論は水曜日の一番時計でね、非常にシャープに先着を果たしました。今回短い距離に初めて使うんですけれども、やはり販路走る馬というのは結構短距離にね、適性ある傾向ありますので、このね、1150メートル線なら、前回のちょっとタイムオーバーだったんですけれども、一変があってもいいんじゃないかと思います。またね、現在ちょっとね、金曜の昼なので人気がね、どの程度になるかちょっと何とも言えないんですけれども、単幅で買ってみても十分面白いのではないかと思います。続きましてね、もう一頭はやはりここはね、皐月賞でいきたいですよね。本命に押したのは2番のインパラトールですよね。前回はね、ちょっと取り消し明けということで馬体もね、かなり太めが残っていたんですけれども、1回使いまして、今朝もね、ちょっと馬見れたんですけれども、スカッとね、絞れてきましたし、今週販路はね、持ったままで先着と、抜群の動き見せましたんで、これね、かなり上積みは大きいと思います。また、結構ね、パワーがありそうなタイプなので、この最終週の、荒れた馬場も、なかなかね、向くんではないかと思っています。こうちょっとね、もう人気はね、そうほどないと思いますので、相手は手広くいきたいですよね。まず本戦に押したいのが16番のフェイムゲーム。こちらもね、1回使った上積み、かなり大きいと思います。あとはそうですね、エピファネイア、コパノ・リチャード、タマもベストプレイ、神の笹原、さらにはね、レッドルーラー、ロゴタイプ、コディーノ、マズルファイヤーまでね、ちょっと多いんですけれども、9点ほど生まれんで手広く流してみたいと思っています。以上です。